こんにちはトランですそれでは今週も勝ち上がりに際は今回は未勝利戦の評価をしていきたいと思います。評価基準は以下のようになっています。それではまず7月8日函館1レース芝1200メートルを勝ったのはセントキルダスワーブリチャード3区です。点数は1.8点となっています。2点をつけたケイさんは逃げ切り展開を中段から差し切っていて能力があり叩いて良くなった典型とコメントしています。 まあ僕としてもなかなかこの馬いい足を使っていたと思います。展開がはまれば上のレベルでも活躍できる馬だと考えています。続いて7月8日福島2レース芝1200メートルを勝ったのはマスクオールィンドレフォンサンクです。点数は1.5点となっています。翡翠さんは勝ちタイムはかなり良かったが展開は向いていたので過大な評価はできないとして2点をつけています。 僕としてもこの馬は全走が 1600m という中で大幅な距離短縮を頑張っていたんですけどスピードはある馬なんですけど最後の,のもう一伸びっていうのがやや足りていないかなという走りに見えたので次にまた1勝クラスとか重勝とかとなってくるとちょっと勝ちは厳しいタイプなんじゃないかなと思って1点をつけさせていただきました続いて7月8日福島2レース芝 1800m を勝ったのはバンビーブ 大メジャー3区ですす点点数は1.8となっています2点をつけた田尾井さんは足などを見ても好内容で相手,環境を相手関係を考慮したとしても評価できる馬だと評価しています。1点をつけた K さんは前が逃げ場手した展開を上がりそう規則で勝ったっていうので、まあ、かなり展開力があって、まあ、メンバーレベルっていうのに疑問があるとして次、まあ、走が試金石として1点をつけています。 最後に7月9日中京1レース芝1800メートルを勝ったのはブルーミンデザインロゴタイプ3区です点数は2点となっています3点をつけた翡翠さんはスムーズな競馬をしていて同日の新馬戦と比較してもかなり好タイムで評価できるロゴタイプ3区の大物ではないかと評価しています僕は2点をつけたんですが、まあ、目標の2ゲーマーを差し切るお手本のような競馬をしていて、まあ、そこがかなり評価できるんじゃないかなと思いました ただタイムはそこそこなんですがまあ展開とか見てるともっと早く抜け出せたのではないかなと思いまあ課題な評価はできないとしてまあ2点にしていますこれが今週の未勝利戦を勝った馬ですまあこの4頭全部そんなに悪くない競馬をしていて、まあ、未勝利戦とはいえ結構レベルの高いところが集まったんじゃないかなと思っていますご視聴ありがとうございましたよろしければチャンネル登録よろしくお願いします